しんのすけの部屋。毎回2年サイクル3年サイクルでこの時期になると慌てます。免許の更新が差し迫っちゃって、いつ行けんだっていう感じでございます。しんのすけでございます。さあ、時事問題。はい、今回の時事ネタは、今年の春は花粉の飛散期間が長くなると予想されていますが、花粉症のしんのすけさんは何か花粉症対策などをされていますか？一応一昨日からこれやり始めましたね。ピシッってやつ。ピシッって、名前忘れた。84回こう噴射できるっていうピシッっていうやつをやり始めて、ちょっと目には関係ないんで、目がちょっと今かゆいんでですね。で iPhone はするようにしてますね。iPhone そう、Yes、iPhone はひどい時はするようにしてます。ただなんかね、俺ちょっと治ったかもしれない去年大したことなかったんだよね、うん、ただやっぱほら、病は気からっていうからさ、治ったって思うことは大事だと思うんだよね。ただ目はすでにかゆいんで、まあ治ってはいないんだろうけど、症状は良くなったよね。はい。いつぐらいから花粉症？僕はね、24ぐらいですかね。夏というかこの時期ですね、春ですね。エストーレテニスクラブっていうのが千葉の茂原の方にあるんですけれども、そこに毎年3泊4日でテニスのツアーっていう生徒さんたちを連れて3泊4日の合宿に行ってたんですよ。そうするとね、そのエストーレテニスクラブ、今はあるかどうか分かんないですけど、周りにね杉林があるんですよ。これでそこで杉林の中にあるテニスコートで、さあ行きましょうみたいな感じでね、レッスンやるわけ。丸一日やるわけ、テニスレッスンをね。これで発症しました。いわゆる杉の花粉の許容量が持ってるものを超えちゃったってことだよね。そうするとアレルギーって発症するって言われてるから、それからです。はい。これがね、花粉症って面白いもんで、例えば花粉症の症状全開の時に沖縄とか行くじゃない。沖縄杉花粉ないんですよ。空港降り立った瞬間治るからね。びっくりする、本当に。うん。ハワイとか行くじゃん。はい、うん、ないから当然杉なんていうのは日本の木だから治んだよ。だからまあ社会問題ですよね。かつて1972年ぐらいに日本列島改造計画っていうんで、田中角栄さんっていうね、当時の総理大臣が植林をしてねっていうのをやったんですよ。でそれ以来の、まあ言ってみたらその日本が抱える社会問題ですよ、杉花粉症なんていうのは。いいっすか？はい、ありがとうございます。いいっすか？しんのすけの部屋。はい、それでは質問の方行ってみましょう。ケモケモさん、音量マックスで打つ人いますが、隣だとうるさくて本当にやめてほしいと思います。どうすることもできないので我慢するしかないのですが、よく大音量で打てますね。耳栓必須ですわ。隣の台に1枚コイン入れて音量下げておいたりするのはマナー違反じゃないと思います。まあ1枚コインを入れる必要もないと思いますよ。まああらかじめ、あ、そっか、音量下げてから1枚入れておけばいいっていうね。別にマナー違反じゃないと思いますけどね。やっぱりね、まずパチスロをあんまり打ったことない人、この前も番長セロ打ってて、左隣のお姉さんが、まあ音量マックスでね、打たれてて、うん、あ、打ってるね、なんつってやってたよね。あれ音量マックスだったよね。でも全演出すっ飛ばしで、ああ知らないんだなと思って、まあ楽しんでるみたいだからいいやと思って、何も言わなかったですけど、ただ、あ、この人知ってんなっていう人にはちょっと音量下げてって僕は言いますけどね。この前ね、もう笑っちゃったのが、まあ、特に音量マックスでやる人はこう白いヘッドホンをしてて、白いヘッドホンね、白いヘッドホンをしてて、音量マックスだね、うん、バカなのって思うよね。バカなんだろうね、きっとね。要は人のこと、基本的にね、そのパチンコパチスロ依存症なんていう問題っていうのは、やっぱりこう周りのことが見えなくなってしまう、それすなわち依存症なんですよ。依存してるっていうね。で、依存症の性質がある人ほどやっぱり周りが見えてないので、人のに対してどうこうとも思わないし、こういうことをしてたら人に迷惑かかってるなってことも分かんないでしょうし、だから非常にね、迷惑と言いつつも、まあそういう人に限って大体負けてますんで、依存してるんでね、そこまでやっぱり気づける人っていうのはやっぱり大の挙動であったり周りの挙動であったり、そのお店全体の挙動も見れると思うんで、まあある程度遊べてるとは思うんですけどね。だから難しいですよね。で、まあ一応マナーではあるんですが、中にはそれをマナーと思わない人もいるんで、もし下げてほしいなっていう時はちょっと一声「すいません、ちょっと音大きくて僕の大の音聞こえないんでちょっと下げてもらっていいですか?」ってお願いするのが一番いいかな。ひょっとしたらそういう人は音下げられることも知らないかもしれない。ね、いうことでございます。次、冬月構造さん、そういえば LINE スタンプ作ってますよ。作ってますね。今途中です。6月ぐらいになるんじゃないかな、予想では。僕は LINE やってないんですけどね。プロニアさん、番長ゼロ、設定6丸ばかりなので、わっと思いました。下ばっかり使ってるホールは通路になってますね。しっかり店側が設定5か6を多数使ってアピールすれば、お客さんが並んで中毒性になるかと。まあ、ならないと思うんだけどね、そこは。満枚出るってことは打ち手にとってはまた打ちたくなるってことなので、いい台だと思いました。そうっすね。56使ってない店はもう本当に通路になってますね。そういう店はもう設定、要は有利区間リセット、要は設定変更すらしてないでしょうし、いいんじゃないですか。そういう店は行っちゃダメな店って分かるんで、分かるんですね。はい。非常にね、6はね、いいね。昨日打ったんだけどね、6はいいね。はい、次、バンバガナッチさん。番長は昔から辛い。それを耐えられるのは番長好きしかいない。6号機は電よ。600枚出れば十分。俺昨日6000枚出したんだけどね。本当?番長はね、ゼロは辛いか。設定が分かりやすいっていう意味では、今までの番長シリーズの中で最も、もちろん設定使ってればっていう前提ありきですけど、一番安定するんじゃない?今カメラの傍りにいるのがみなひろっていうね、僕の秘蔵っ子なんですけども、あなた2月毎日打ったんでしょ、ゼロ。いくら買った?何枚出た?1万3000枚ぐらい。1万3000枚プラだって。だからやめなきゃいけない台も明確だし、続けなきゃいけない台も明確なんで、今までの番長に比べると相当向き合いやすいんじゃないかな。僕も今後はちょっとね、2月は全然打てなかったんで、無理やりこう昼過ぎから出がらしみたいな台をね、無理やり打ってもねえよって思いながら、それこそそのうち出るバンバカもそんな感じの動画になっちゃってるんですけど、もうないと思ったらやめますんで、それが一番だと思います。はい。で、それができるのが今回の番長ゼロ。はい。次、寺島アッチョさん。初打ち1時間で絶頂引き完走しました。その後、天井2回、単発7連なので、トータル1万負けました。すごいね。絶頂俺まだ引いてない。一応、設定差ないっていう話ですんで、ね、5が引きやすいとかそういうのはないみたいなんでね、とにかく、0がだけ、あれがさ、俺ほんと0ぞろい引けないんだけど、5分の1がで、あとさ、赤だと 80% っていうけど絶対嘘だと思うんだけど、あれ絶対 80% ないんだけど、 80% って5回やったら4回でしょ。俺5回やって4回外したんだけどね、あれ 80% じゃないよね、0がだけの赤。緑の 50% もない。俺 30% だと思う。なんかあれ間違えたんじゃないの?酒井俊介さん。ここ半年くらいで46挙動をずっと打ち続けているんですが、連敗次ぐ連敗です。一体どうしたらいいでしょうか?だから4ですよね。4をどうするのかっていうところだと思います。番長ゼロは特に。4は打ってもいい設定でもあると思うんだけど、やめてもいい設定でもあると思うの。だから、だから負けてんだと思う。だからなんていうの負けをすっげえ気にしてるんだったら4はやめなきゃダメ。で、ある程度懐にも余裕があって、ちょっと遊びたいなっていうんで、4、例えば456角で、いやでも4だなっていうんだったら打っていいよね。目いっぱいさ、その自分の引きを楽しめばいいじゃん。うわ、ここ弾けたぜみたいな。うわ、ゼロモードスルーしちゃったぜみたいな。ね。青ビービー弾けたぜみたいなね。あ、昨日さ、まあその話なんだけど、RB で、まあやったよね。いただきチャージ3個ストックしたからね、俺。強いっしょ。強だと思った、マジで。うん。はい。あとさ、もう一つ言うとさ、あれ、ホールド中、大事だよ。みんな。分かってる？ホールドちゃんとやってる？ホールド中にレイク引いたらチャージ確定だから。つまり、弁当を引いたらチャージレベル2以上確定。ね。あちいぞ。そこで俺跳ねたぜ、昨日。ね。はい、終わります。お疲れ様でした。